川端です。よろしくお願いします。今回は関数の問題ですね。四角形 OABC が正方形であるとき、直線 AB の式を求めなさいという問題です。二通りで解説していきたいと思います。まず一つ目の解き方なんですけども、これはよくあるパターンなんですけども、斜めっている正方形が出てきたら、囲んでください。囲むっていうのはどういうことかっていうと、このようにですね、外側に、これ、正方形を作ります。ここ直角、ここ直角、ここ直角、ここ直角で、これ今、それぞれの四隅のね、直角三角形ですが、これ斜辺が等しいですね。正方形なので。で、また、ここ正方形なので直角になって、例えばここの角を丸、ここの角をバツとすると、丸とバツを足したら90度になりますね。ここの三角形の内角のを考えて、丸とバツ足したら90度。ってことは、ここ一直線上なので、ここ90度ですから、こことここ足したら90度になるんです。なので、丸とバツ足して90度だから、ここが丸とわかります。同様にして考えると、丸とバツ足して90度だから、この直角三角形考えると、ここバツ。で、ここ丸。バツ。丸。バツということになるんですね。そうすると、この四隅にできる直角三角形がですね、合同とわかります。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので、ね、合同になるよということですね。で、合同になるってことは、こっからここの横の長さと、こっからここの縦の長さ、こっからここの縦の長さと、こっからここのね、横の長さ、これが等しくなります。したがって、ここが2だったらここも2、ここが1だったらここが1ということで、こっからですね、B の座標を求めることができます。まあ、B の座標が分かれば、直線 AB の式、2点の座標が分かるので求めることができますよね。そうすると、点 B の座標が、2から1下がって X 座標は1で Y 座標は1たす2で3というふうになります。そうすると A2 カンマ1と B1 カンマ3この2点を通る直線の式を求めれば良いわけです。そうするとですね、まあ、ただですねこれ直線の式っていうのは傾きと1点の座標が分かれば出ますね。で傾きはx の増加量分の y の増加量で、1分の1増えて2減るからマイナス2。つまり傾きはマイナス2と分かります。よって直線の式は y イコールマイナス 2x プラス b と置くことができて、x が2の時 y が1なので、この切片 b を求めることができます。はい。そうすると、これを解くことによって b イコール5という具合に出て、よって答えが y イコールマイナス 2x プラス5という具合に出すことができますよということですね。この2点の座標を求めること、2点の座標からですね、直線の式が出るという解き方でした。で、もう一つの解き方なんですけども、これぜひ知っておいてほしいんですが、先ほど言ったように、1点の座標と傾きさえ分かれば直線の式は求めることができます。で、1点の座標、この直線 AB の1点の座標っていうのはこの2カンマ1という点ですね。で、あとは傾きなんですけども、これ垂直になってます。これぜひ覚えておいてほしいんですが、この直線 OA の傾きと直線 AB の傾き、かけたらマイナス1という性質があります。OA の傾きかける OB の傾き。じゃないや、AB の傾きですね。かけたらマイナス1と。いう性質があります。そうすると、OA の傾きは、X の増加量分の Y の増加量で2分の1ですね。で、今求めたい AB の傾きがあって、これかけたらマイナス1。ってことは、2分の1に何かけたらマイナス1になるかというと、マイナス2ですよね。ということで、先ほど出した傾きマイナス2っていうのは出すことができて、で、あとはやり方同じですね。傾きマイナス2で2カンマ1を通るからという形で直線の式を求めることができるよということです。ということでね、それさえ知ってれば別に B の座標をね、求めようとしなくても一応求めることができるよということでね、まあ、ぜひね、関数の問題で垂直出てきたら傾きの積マイナス1、ぜひ覚えておいてください。わかったかな？以上で解説終わります。では。